私のターン。ドロー。フィールド魔法発動。 BD スワラルスライムの効果発動。融合召喚烈火王テムジン。モンスターを特殊召喚。ケプラーテムジンの効果発動。モンスターをシンクロ召喚。地獄門の契約書を発動。モンスターをリンク召喚。ペンディラム召喚。生誕せよランク4後藤オッシーザー。 BD ラミアの効果発動。降臨せよランク5狙撃王テル。BD ネクロスライムの効果発動。いでよ神託王ダルク。生誕せよレベル8輸血王サイフリート。モンスターをエクシーズ召喚。カードを伏せる。連続トラップ発動。底闇の契約書。BD スワラルスライムの効果発動。生誕せよ烈火王テムジン。テムジンの効果発動。モンスターをリンク召喚。ペンデュラム召喚。アビスラグナロクのペンデュラム効果発動。生誕せよランク4後藤オッシーザー。降臨せよランク5狙撃王テル。テルの効果発動。ピアシングアロー。BD ネクロスライムの効果発動。融合召喚エグゼクティブテムジン。モンスターをエクシーズ召喚。エグゼクティブテムジンの効果発動。シーザーの効果発動。ターンエンド。継続トラップ発動。常闇の契約書。トラップ発動。私のターン。ドロー。フィールド魔法発動。バトルだ。オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。
モンスター効果発動モンスター効果発動私のターン、ドロー。地獄門の契約書を発動。フィールド魔法発動。DD スワラルスライムの効果発動。融合召喚、烈火大王、エグゼクティブテムジン。エグゼクティブテムジンの効果発動。召喚ペンデュラム召喚アビス・ラグラノクのペンデュラム効果発動モンスターをエキシーズ召喚バトル DD オルトロスカードを伏せるクモンの契約書を発動生産せよ DDD 輸血王サイフリート DD オルトロスリバースカードオープントラップ発動DD ネクロスライムの効果発動融合召喚 DDD 烈火王テムジンモンスター効果発動私のターン、ドロー、フィールド魔法発動。DD スワラルスライムの効果発動、生誕せよ、烈火王テムジン。モンスターを特殊召喚、ケプラー、テムジンの効果発動。シンクロ召喚モンスターをリンク召喚地獄門の契約書を発動出現せよ私のモンスターたちよせよランク4後藤シーザー降臨せよランク5狙撃王テルテルの効果発動ピアシングアロー。フィールド魔法発動 DD
い魔導賢者ケプラー、地獄門の契約書を発動。モンスター効果発動。継続トラップ発動。ここ闇の契約書。地獄門の契約書を発動。DD 魔導賢者ケプラー、 DD オルトロス、フィールド魔法発動。地獄門の契約書を発動。フィールド魔法発動。 DD スワラルスライムの効果発動。融合召喚レッカーオテルジン。モンスター効果発動。生誕せよゼロゴッドレイジ。降臨せよランク5狙撃王テル。テルの効果発動。ピアシングアロー。ペンデュラム召喚。 DD ネクロスライムの効果発動。融合召喚生誕せよ怒涛大王エグゼクティブシーザー。モンスターをエクシーズ召喚。バトルエグゼクティブシーザーの効果発動。ゼロゴッドレイジの攻撃。モンスター効果発動。私のターン。ドロー。モンスターをシンクロ召喚。速攻魔法発動。DD ラミアの効果発動。モンスターをリンク召喚。ペンデュラム召喚。生誕せよランク4怒涛王シーザー。降臨せよ
ランク5狙撃王テル、テルの効果発動ピアッシングアロー、ビーディー魔導賢者ケプラ、モンスターをリンク召喚、地獄門の契約書を発動、ペンディラム召喚、シンクロ召喚、 BDD 輸血王サイフリート、モンスターをエクシーズ召喚、ターンエンド、サイフリートの効果発動、サイフリートで攻撃、サイフリートの効果発動、モンスター効果発動、私のターン、ドロー、マシン王の契約書を発動、融合召喚、劣化大王、エグゼクティブテムジン、 DD ラミアの効果発動、エグゼクティブテムジンの効果発動、ハイフリートの効果発動、地獄門の契約書を発動、シンクロ召喚、フィールド魔法発動、地獄門の契約書を発動、モンスター効果発動、私のターン、ドロー、地獄門の契約書を発動、 BD スワラルスライムの効果発動、融合召喚、エグゼクティブテムジン、モンスターをエクシーズ召喚、バトル、オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、
マシン王の契約書を発動。融合召喚レベル6、レッカー王テムジン。テムジンの効果発動。アビスラグナロクのモンスター効果発動。これで終わりだ。それを今実証してみてよ。おろ、地獄門の契約書を発動。モンスターをエクシーズ召喚。フィールド魔法発動。 DD スワラルスライムの効果発動。融合召喚レッカー王テルジン。生誕せよゼロゴッドレイジ。バトル。オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。マシン王の契約書を発動。融合召喚。ターンエンド。プロとは全てにおいて完璧なもの。君がそれに値すると私が認めぬ限り勝たせはせぬ。